どうも、うるまです。はい、本日の動画はですね、あのザラさんから人気のコラボコレクションがですね、販売されておりまして、このアイテムについてですね、動画で紹介してほしいとか、レビューしてほしいっていうリクエスト、多数本当にいただいておりましたので、今回の動画ではですね、すべて実物を購入してまいりまして、ガチレビューの方をですね、行っていこうと思います。いや、まさにですね、これが夏に向けて、欲しくなる方もですね、非常に多くなるアイテムかなと思いますので、早速アイテムの方ですね、ご紹介に移っていこうと思います。でですね、動画の本題に入る前に、ちょっとね、告知の方を挟ませていただければと思うんですけども、まさにですね、こう夏に向けておすすめのアイテムってところで、今自分がつけてるね、こちら。はい。このね、ブレスレットだったりとか、この指輪とかっていうアイテムですね。メイドインジャパンのシルバーアクセコレクションですね。そちらの方を、現在ですね、僕の名刺ブランドのオープニングアフターリリースさせていただいておりまして、よろしければね、こちら。はい。こちらの動画の方でアイテム魅力についてですね、細かくご紹介させていただいておりますので、よろしければですね、動画の概要欄の方に、動画のリンクだったりとか、あとは商品ページですね、リンク貼らせていただいておりますので、そちらですね、ぜひチェックしていただけたら嬉しいです。まさに動画が出てるタイミングではですね、受注販売中でございますので、こちらがですね、期間限定で販売してるアイテムになりますので、ぜひこの機会にご検討いただければ嬉しいです。はい。というわけでですね、前回以上といたしまして、早速ですね、アイテムのご紹介にも移っていこうと思います。ではですね、早速アイテムの方を出していこうと思うんですけど、今回のザラさんから販売されている人気のコラボコレクションですね。そのどんなコラボレーションかと言いますと、ザラさんとですね、人気ソウルブランドのビブラムですね、そちらがコラボレーションしてリリースするサンダルコレクションがこの度、この夏に向けてですね、リリースされておりましたので、今回ね、新型が全てで3型リリースされておりましたので、そちら全てですね、実物を購入しております。ほんと、ビブラムといえばですね、もう自分のやってるブランドのオープニングアフトでもコラボレーションしてるですね、もう人気のソウルブランドでございまして、本当にビブラムソールを使ったシューズかサンダルとか本当高いものが多くて、それこそスポーツブランドだったりとかアウトドアブランド、そういったところがですね使用したりとか、最近ではハイブランドですね、ジルサンダーとかバレンシアガとか、いろんなハイブランドのシューズで使ったりとか、あと国内のドメスティックブランドさんとか、そういったところもですね、このビブラムソールを使うことが多い、本当に機能性に富んだアイソールでございます。なのでアパレルでいうとゴアテックス、シューズでいうとビブラムみたいな高い機能性を誇るですねアイテムになっていて、かつですね、機能面だけじゃなくてビジュアル面もすごくかっこいいってところで、程よく武骨なソールっていうところに、最近のねテックファッションっていうところのトレンドがガチッとハマるってところで、ほんと最近ですね、このアウトドアシーン以外で街使いとしてもですね、このビブラムソールのシューズを履いてる方は本当に多く見かけるなという印象ですね。で、その中でザラさんのコラボレーションのビブラムコレクションに関しては、まあ値段が安いというところで、すごくですね、コストパフォーマンスが高いんですよ。なので毎シーズン毎シーズンですね、実は新作がリリースされてるんですけど、ザラさんはですね、本当に告知が少ないっていうところで、本当ね、リリースしてるの知らない方もいるんじゃないかなってくらいなんですよね。なのでその代わりに自分がねご紹介をしていこうかなと思ってる次第でございます。はい、っていう感じなんですけど、アイテムがこちら。はーい、じゃーん、バッチシ店頭で今回買ってまいりました。本当ね、まだ店頭で販売される方も少ないのか、全然ね、全サイズ、まだね、在庫がある状態だったので、気になった方はですね、ザラさんとか、あとはね、オンラインページを見ることができますので、今回の動画ね、ぜひ参考してもらえればと思います。ではまずですね、今回3つのモデルのうちの1つ目のモデルからご紹介しようかなと思います。はい、ではですね、まず1つ目のモデルなんですけれども、1つ目のモデルがこちらになります。じゃん。はい、こちらですね、になるんですけども、こちら商品名からですね、ご紹介していこうと思います。こちら商品名ですね、ちょっとザラさんのホームページを見ながらご紹介していこうかなと思うんですけども、こちらがビブラムソールを使った、レザースライドサンダルでございます。こちら、俺らの方が税込みで 14,900円となっておりまして、かなり手に取りやすい価格ですよね。でですね、サイズ展開も豊富でございまして、商品ホームページを見てみると、サイズ39から45。なんでね、対応サイズとしては、一番小さいサイズの39が 25.3。一番大きい45が 28.9 ですね、のサイズになっているので、大概のね、メンズの方であれば、ご着いただけるものなんじゃないかなと思います。で、カラーはこちら一色、こちらブラックの一色展開ですね。で、素材に関してはリアルレザーを使っておりまして、素材としては牛革 100% を使っております。で、ソールですね。じゃん。はい、こちらこの黄色いロゴはですね、かなりわかりやすいところだと思うんですけども、ビブラムソールを使った、こちらのレザースライドサンダルでございます。で、今回ね、ザラとビブラムのサンダルコレクションなんですけど、これからね、全型出していくんですが、結構ですね、なんかラフなデザインが多いなっていう印象で、もっとテックっぽいものが多いのかなとか、もっと重厚なデザインとかですね、多いかなと思ったんですけど、結構ね、ラフデザイン、こんな感じで簡単に手軽に履けるようなデザインが多いですね。で、まず一方目、こちらのスライドサンダルですね、近くで見てみようと思います。はい。ほんとね、名前の通りスライドサンダル、こんな感じで、ここに足を突っ込む形のサンダルになるんですけども、こういったモデルとなっております。ほんとね、ちょっとしたスリッパとか、それこそナイキとかアディダスのシャワーサンダルとか、そういったものに近いところがあるんですけど、やっぱりこのね、ビブラムソール
ールが搭載されるだけで、まあ、全然重厚感が変わってくるなっていう感じですね。はい、で一周してみましょうか。じゃ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 ん、こんな感じでございます。はいね、かかとって結構高さありますね、ここで。裏の面がこんな感じですね。はい、なのでかなりねシンプルなデザインのサンダルではあるんですけど、ビブラムソールが乗ることですね、しっかりファッション要素も残したラフに履けるサンダルになってるんじゃないかなと思います。でフロント、はい、こちらですね、こちらがリアルレザーとなっておりまして、こちらが牛革 100% ですねになっていて、こちらねちょっと芯材も入っているので結構立体感とかそういったものもありますね。でこの素材のね表面感に関しては脂肪感とかではなくて、割とスムースレザーの綺麗めな上品なねルックスになってるんじゃないかなと思います。でこのソールの部分なんですけど、もちろんですねこちらビブラムソールを使ったものになるんですが、このね間のところにちょっとね、まあ、芯材というかっていうのも入れてるので、割とちょっと厚底仕様になってる印象ですね。でですねこのアッパーの横幅を見てみると、割とね横幅広めに作られているので、割とカジュアルなルックスのサンダルになるんじゃないかなと思います。でですねこちらのレザースライダーサンダルですね、実は履いてみるとこんな感じになります。はい、自分が178センチの身長でございまして、普段スニーカーのサイズは28から 28.5 を履くことが多いんですけども、今回は42を選んでおります。で通常だったら自分は43のサイズがこのねビブラムで言うと適正サイズではあるんですけど、今回ですねあのストラップとかそういったね固定するものがないので、あんまり大きいサイズを選んでしまうと結構緩くなってしまいがちなんですよ。43と42をいろいろ試してみたんですけど、こういったね足突っ込み型のスライド系であればほんとね27とか、俺ね結構ブランドによって 26.5 とかそういったものを選ぶことも多いので、今回のねザラとビブラムのサンダルに関してもサイズ選びはですねそういったところを注意していただければいいんじゃないかなと思います。でですねこちらのサンダルだけではなくて、こちらのねアッパーの部分、こちらのソールの部分ですねに関しても、まあ、クッション性はね程よくあるので、サンダルではあるんですけどちょっとしたお出かけとかそういったところにもですね履いていけるんじゃないかなと思います。でですねこのサンダルどういった風に合わせるのがおすすめかなというところなんですけども、やっぱりですねやっぱアッパーの部分がかなりきれいめなレザーで仕上げられているのと、割とね足の甲をですねしっかり覆ってくれるデザインなので、割ときれいめなスラックスだったりとかそういったものにですね合うものなんじゃないかなと思います。なので黒のワイドパンツとか逆スラックス系のアイテムですね、それに素足で合わせてもらってもいいですし、あとは白ソックスとか黒のソックスとかそういったものとねきれいめに合わせるのが合うものなんじゃないかなと思います。逆にデニムだったりとかカーボパンツとか割とカジュアルなアイテムとしっかり合わせると、あんまり結構ねチグハグするイメージになってしまうかなと思うので、俺はねきれいめなスタイリングに落とし込むのがいいんじゃないかなと思います。でプラス結構ねラフなデザインじゃないですか、まあ、ストラップとかもないし金具とかもねないパーツになるので、テックファッションとかそういったものには合わないんじゃないかなと思います。なのできれいめに合わせられるサンダルというところで合わせてもらったらすごくいいんじゃないかなと思う一足でございます。はい、というわけでまずこちら一足目のモデルですね、このザラとビブラムのコラボレーションのレザースライドサンダルでございました。それでは続いて二足目の紹介ですね、移っていこうと思います。はい、じゃあ続いて二足目のご紹介に移っていこうと思うんですけども、二足目のアイテムがこちらでございます。じゃん、はい、こちらのアイテムになるんですけども、さっきのアイテムと違ってですねまた全然違う印象のアイテムになるんですけども、こちらまずアイテム名からですねご紹介していこうと思います。こちらアイテム名がですねビブラムレザークロックサンダルでございます。こちらお値段の方がですね税込みで 16,990 円でございます。今回のサンダルコレクションですね1足目と同じく結構ねラフな作りになっているので、このねザナさんのビブラムコレクションの中でもかなり手に取りやすい価格でリリースされているっていうのが特徴ですね。でこちらのですねクロックサンダルに関しましても色展開は一色展開ですね。で素材に関しては先ほどと同じで牛革 100% のリアルレザーを採用したアイテムでございます。でソールにはしっかりですねこちらじゃん、はい、ビブラムソールを使ったモデルでございます。でこれねよーく見てみるとなんですけども、一足目のサンダルとソールに関しては同じですね。なので同じソールを使ってよりコストをですね抑えようという意図も感じますね。これよーく見てもらうと、これがクロックサンダルのソールでございまして、こちらがさっき紹介したこちらのスライドサンダル、はい、こうやって見ると裏のね模様が全く同じなので、同じ仕様のものになってて、からアッパーだけはいこんな感じで違うデザインなんですよね。こういうとこ面白いですよね、比べてみると。はい、という感じでこちらのねクロックサンダルのご紹介に戻ろうと思うんですけども、まずはですねこう近くで一周見てみようかなと思います。はい、こちらが、クロックサンダルになります。でアッパーの素材に関しては先ほどねお伝えした通りリアルレザーですね、牛革 100% でね、さっきの1個目のスライドサンダルと同じで結構綺麗めなスムースレザーで仕上げられてる印象ですね。脂肪感とかそういったものはないですね。結構これぐらいのしっかり容量のあるクロックサンダルですね。でね、こう存在感を出すんであれば自分的にはなんか差別化の部分で見ても結構脂肪感のあるレザーですね、もっと高級感を出してもいいんじゃないかと思うんですけど、まあ、結構綺麗めにね履けるってことを考えると、こちらでもねいいんじゃないかなと思います。でこちら
はい、一周していきます。ダダダダダダダじゃん。こちらね、ちょっと模様があるんですけど、ここに関してはですね、多分こうやって脱ぎ履きするときにこのゴムがねここに入ってるんですけど、これ脱ぎ履きしやすいような仕様になっているっていうのが特徴な部分ですね。はい、こういったねやっぱ機能性の部分、細かいところあるんですけど嬉しいですね。はい、でこちら見ていきます。はい、こんな感じで、でこちら、はい、上から見るとこんな感じ。はい、結構ねやっぱ横幅とかボリューム感はありますし、クロックサンダルってところもあるので上をねしっかり覆ってくれてるので、まあ、サンダルではあるんですけど、一番なんか革靴に近く履ける一足なんじゃないかなと思います。でソールに関してはこちらビブラムソールを使っていて、でさっきと同じデザインですね。でややねこう芯材で間にねこうして厚さを出すようなこう素材も入れているので、やや厚底仕様になっているのが特徴です。でこのねソールの部分に関しても程よいクッション性があるので、まあ、よりねさっきの1個目のスライドサンダルよりも足を、ね、結構しっかり覆ってくれるモデルなので、歩行はしやすいモデルになってくるんじゃないかなと思います。はい、というところで2足目のですねクロックサンダルの素材とディティールのご説明は以上といたしまして、こちらのサンダルですね、実は履いてみるとこんな感じだなというところをね出していこうと思うんですけども、履いてみるとこんな感じになります。はい、自分が178センチで、今回のサンダルに関しても42のサイズを選んでおります。これもですねソックスを履いたとしても42のサイズで自分的にはちょうどいいと思ってて、やっぱね1個目と同じで、まあ、足を固定する部分だったりとかそういったものがないので、43だとねちょっと大きかったんですよ。まあ、特に自分はですね足28とか28とかあるんですけど、結構ね幅が広くて、まあ、長さがねないね足のサイズになってるので、結構ね個体差もあるんですけど、なんでねスニーカーを選ぶサイズよりも1から 1.5 落として選んでいただくのが今回のコレクションに関してはですねいいんじゃないかなと思います。でね、このアイテムの最大の特徴としましては、先ほどね触れた部分であるんですけど、しっかりこちら、はい、フロントの部分を覆ってくれるこのアッパーデザインになってるのと、しっかりね丸みもあるデザインなんですよ。なんでフォルム的には結構ビルケンとかそういったものに、ね、結構近くなってくるので、なのでこのアイテムの使い方的には、1足目の、ね、ストライドサンダルに関しては結構ねラフな印象ではあるんですけど、結構綺麗めに合わせるところで、2足目のこちらのクロックサンダルに関しては結構カジュアルに合わせていただくのがいいんじゃないかなと思います。なのでビルケンシュトックって結構カジュアルなブランドじゃないですか、見た目的にも。なのでビルケンのカジュアルさよりもちょっとモードに見せたい方っていう方であれば、こちらのねザラとビブラムのクロックサンダルを選んでいただくと結構ねスタイリングとか合わせやすいんじゃないかなと思いますね。こちらのアイテムに関しては割と綺麗めなパンツですね、スラックスにも合いますし、あとはデニムとかカーゴパンツとかそういったねカジュアルの元々合うので、結構今回紹介する3足の中ではですね一番汎用性のある1足なんじゃないかなと思います。まあ特にですねハーフパンツとか履くと、もちろんかかとの部分とかしっかり見えるんですけど、しっかりかかとを覆ってくれるようなロングのパンツを履けばですね、なんならちょっとレザーシューズというかブーツっぽくも見えるぐらいのフォルムになるので、まあもちろんサンダルで夏に向けてね履く機会が多いアイテムではあるんですけど、通年して履くことを考えると、このサンダルがですね一番コストパフォーマンスがいい一足になるんじゃないかなと感じましたね。まあプラスですね、一足目のスライドサンダルと違ってソックスの見える範囲もかかととかねそういった部分しかないので、結構柄物だったりとかカラーソックスとかそういったものと合わせてもかっこよく履ける一足なんじゃないかなと思います。はい、というわけでこちらザラとビブラのコラボコレクションの2足目ですね、ビブラムレザークロックサンダルのご紹介でございました。続きまして最後3足目ですね、そちらのモデルのご紹介の方に移っていこうと思います。はい、それでは最後3足目ですねに紹介移っていこうと思うんですけども、3足のデザインがこちらでございます。じゃん。はい、今回の3足の中で一番尖ったデザインになるんじゃないかなと思うんですけども、こちらになります。こちらのアイテムですね、商品名と値段の部分ですねまず発表していこうと思うんですけれども、まずこちらビブラムレザーサンダルでございます。この3つのアイテムの中だと最もシンプルなアイテムですね。こちら販売価格の方が税込みで 16,990 円となっております。なんと2足目のクロックサンダルと同様の価格ですね。いやこれね、フロントの部分が見てもらうようにかなりラフな、はい、サンダルでございまして、それこそね他オネオネとかウーフォスとかそういったところが出てるリカバリーサンダルのアッパーのようで、ソールがとんでもなくハイテク感のあるビブラムソールを搭載した、これこそ結構ビブラムソールのコラボとの結構印象がかなり強く出る一足なんじゃないかなと思いますね。まあ個人的には今回3足リリースされた中だと一番好きな一足がこちらのレザーサンダルですね。でですね、こちらのレザーサンダルに関しても色展開は一色、こちらブラック一色のみですね。で素材に関してはリアルレザー牛革 100% を使ったアイテムでございます。いやほんと厚底だな、かなりありますよ。ここ一番大きいところで見ると本当に7センチとか8センチぐらいソールあるんじゃないですかね。ではですね、まずこちらのアイテムの細かいディティールの方ですねご紹介していこうかなと思います。こちら、はい、近くで見ていきますね。じゃーん。でかなりこちら分厚いソールがデザインのアイコンになっているアイテムですね。まあアッパーの部分がかなりねシンプルなサンダルアイテムなので、よりこのソールの部分が生きるアイテムなんじゃないかなと思います。はい、でビブラムソールですね、こちらロゴが、はい、黄色が入っているのもワンポイントで可愛いですね。で今他で、ね、最初に紹介
ス2足に関してはこの裏の部分にですねこのビブラムのロゴが入るだけなので、横から見るとねビブラムのソールを使ってるのはわからないんですけども、まあこのモデルに関してはですね横から見るとすぐにビブラムソールを使ったというのですが、わかるところも嬉しいですね。はい、でこちら一周していこうと思います。じゃん、はい、こんな感じです。いや、かなりソール目立ちますね。かかともこんなに分厚いんですよ。このソール自体も分厚いけど、この上に乗ってるソールの部分もあるので、より高さが出てますよね。はい、こんな感じでございまして、こちらアッパーの部分、こんな感じとなっております。はい。こちらほんとね、簡易的な、でもほんとビーチサンダルとか、そういったね、近いデザインではあるんですけど、素材がですね、リアルレザーで作られているので、そういったね、結構引き締まった印象が楽しめるので、ラフになりすぎないサンダルっていうと、結構ね、使いやすいんじゃないかなと思いますね。で、こちら特にですね、芯材とかは入ってないので、足当たりとかそういったものは特別柔らかいものではないですね。で、このレザーの素材に関してもスムースレザーとされているので、まあ、脂肪感とかそういったものはないんですけど、自分的にはですね、こちらのアイテムはなんかスムースレザーのね、つるっとしたアイテムの方がそこ合ってるんじゃないかと思うので、バランスはすごく保たれたアイテムなんじゃないかなと思います。はい。で、こちら全てね、ソールのね、素材感に関しては全て同じで、程よいクッション感があるので、まあ、特別柔らかいわけではないんですよ。うん。なので、めちゃめちゃ歩行がしやすいとかっていうわけではないんですけど、ただフィット感とかね、しっかり楽しめるし、あと表面もね、こんな感じで、はい、つるっとしてるので、汗をかいても、なんか拭き取っていただくだけで、ケアは簡単な一足になってるんじゃないかなと思います。はい、そんな感じのね、3足目のビブラムレザーサンダルなんですけども、実際履いてみるとこんな感じだよというところをね、見ていただければと思うんですけども、こちら履いてみるとこんな感じになります。はい。自分がですね、178センチで、今回のサイズに関しても変わらず42を選んでおります。もうこれはね、すべて共通の部分であるんですけど、これも本当にここをね、指かけるだけじゃないですか。なので、かなりね、サイズ感に関しては大きいものを選んでしまうと、かなりブカブカでね、なんならスポッて抜けちゃうぐらい、これ一番これがサイズ感結構怖かったですね。43を履いたら、ちょっと歩行するとですね、ポンってなんか足が飛んでっちゃうぐらい緩かったので、本当42でジャスト。41だとちょっとちっちゃいかなぐらいだったから、これはね、ちょっと通販で買わずに店頭でちょっと足をね試してみるのが一番いいんじゃないかなと思います。で、このサンダル注意が必要なのは、他のサンダルと違って、ここ、はい、指を引っ掛けるところがあるので、なんで、ソックス、普通のソックスを履くと履くことができないんですよ。なのでね、わかりやすく言うと、こちらのサンダルに関しては、指をかけるところがなくて、突っ込むだけなので、普通のソックスと合わせることもできるんですけど、これはですね、親指をここに通して履くことになるので、なんで、合わせるとしたら、5本指ソックスとか、そういったものじゃないとね、合わせることができないので、基本的に素足か5本指のソックスと合わせることがマストになってくるので、そこはね、注意が必要ですね。はい、というわけでこちらのレザービブラムサンダルなんですけども、これ合わせ方としてはですね、まあ一番ラフなねレガバリーサンダルのデザインになっているので、正直スタイルはあまり選ばないかなというようなイメージですね。なので、まあラフなね着用になるのは結構マストで、なんならソックスと合わせることができなくて、結構素足がしっかり出るアイテムになるから、まあテックファッションとかそういったものと合わせることができないんですけど、例えば綺麗めな抜け感のあるコーディネートだったりとか、あとはまあカジュアルな着こなしにちょっと引き締まった印象をプラスするとか、そういったね着こなしもすることができるので、まあ基本ね、なんか引き締まった印象になりすぎないんだけど、あんまりラフにもしたくないっていう着こなしにしっかりハマるんじゃないかなと思います。これこそホカとかウーフォスとかのリカバリーサンダルだとどうしてもラフな印象、ちょっとね外しが効きすぎたねコーディネートになってしまいがちなんですけど、ビブラムソールを使ったねこのブカザーソールがあることでしっかりファッション性とかコーディネートもね保ちながら楽しむことができますので、そういうところですねすごいおすすめな着こなしができるんじゃないかなと思います。はい、というわけでですね、今回はザラから出る人気コレクションのですね、ザラとのコラボレーションの今回夏に向けてのサンダルコレクションですね、今回3桁新作が出ておりましたので、そちらをご紹介させていただきました。で、最後にですね、このサンダルを合わせてどんなコーディネートをするかってところをですねご紹介して、あとは自分だったらどれがおすすめかなというところをですね最後に言っていこうと思うんですけれども、今回はサンダル3足を使ったコーディネートをね自分組んでみまして、まずこちらのスライドサンダルですね、合わせてみるとこんな感じで組んでみました。はい、このねレビュー内容でもあった通り、やっぱり綺麗めに合わせるのがいいんじゃないかと思ったので、こんなスタイルをですね組ましていただきました。で、2足目こちらのクロックサンダルですね、こちらクロックサンダルに関してはこんな感じ。はい、やっぱりかなり武骨な印象で履けるアイテムなので、結構太めのパンツとかそういったものともですね負けない印象で履くことができるかなと思いましたので、こんなコーディネートを組ましていただきました。これに関しては普段から自分がやってるコーディネートに近いので結構合わせやすかったですね。で、最後3つ目こちらのレザーサンダルなんですけれども、合わせるとこんな感じになります。はい、やっぱりですね、やっぱ素足で履くことがほぼほぼマスになってくるので、まあ、こんな感じで、ね、ラフなコーディネートを楽しみつつ、やっぱね、こうソールが厚いことで、こう下からのね、印象もしっかりプラスしてくれるから、やっぱリゾートファッションとかになりすぎないっていう雰囲気で、ね、合わせてみました。まあ、3足ともですね、まあ、黒一色のビブラムソールを使ったサンダルのところはですね、共通はしてるんですけど、まあ、用途とかね、そういったところは結構違うので、もうご自身のファッションに合ったものを選んでいただくとですね、失敗もないかなと思いますので、こちらの動画ですね、少しでも参考になれば嬉しいと思っております。で、今回の中で自分的におすすめなやつですね、まあ、一番使いやすいのはこれだね。
はい、こちらのスライドサンダル、これに関しては、まあ、基本ね、切れ目にはね、合うんですけど、まあ、基本スタイルは選ばず履くことができるので、これが一番汎用性が高いかなっていうところですね。まあ、自分的に一番好きなのはこれなんですよ。はい、レザーサンダル。っていうのが、まあ、他のところでなかなかこういったサンダルが出てないので、まあ、被ってないと。しかもハイブランドから出てると値段が高くなってしまいがちなんですよね。ハイブラックとか、ドメブラからこういったビブラムソールのサンダルとかね、シューズが出ると、ハイブラで10万以上とか、ドメスティックブランドだと4万、5万とか平気でするので、まあ、ちょっとね、そういったところを考えるとこれはいいかなと思いましたね。まあ、クロックサンダルもかっこいいんですけど、まあ、ここまでしっかり覆ってくれるんだったら、なんかもうレザーシューズとか、もう普通にローカットのやつ履きたいなと思ったりもしたので、いやー、今度悩むね。まあ、全部ね、割となんか合わせやすいモデルではあるんですけど、まあ、自分のね、今の気分で言うとそんな感じでしたね。はい、というところで今回ご紹介したザラとビブラムサンダルに関してはですね、店頭でもですでに展開されておりますし、オンラインの方でもですね、今現時点だとまだ在庫の欠けとかそういったこともないので、気になった方はですね、そちらからチェックしていただければ嬉しいかなと思います。いや、まだ本当これからまさに暖かくなってきて、日中だとこの前25度とかあって、もう暑いじゃないですか。まあ、ちょっとね、夜とかまだ肌寒かったりもするので、気候ね、難しかったりもするんですけど、これからね、本格的にラフなシューズとか楽しめる、ね、季節になってくると思いますので、ぜひですね、こちらのアイテムもチェックしてもらえたら嬉しいなと思います。はい、それでは本日の動画も以上となります。本日の動画はですね、参考などとか面白いと思っていただけましたら、動画の高評価とチャンネルの方お願いいたします。あとですね、概要欄の方に自分のインスタグラムと TikTok のアカウントを貼っておりまして、日々ファッションのニュースだったりとか、日々の着こなしとかそちらに載せているので、そちらもチェックしてもらえたら嬉しいです。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。